フラビアは、ランチアが製造、販売していた自動車である。当時の大衆車アッピアと、高級車フラミニア間の車格上のギャップを埋める、中級車として企画された。設計は、当時のランチア社の主任設計者で、戦前フィアットで、初代フィアット500を、ダンテジア交差と共同開発したアントニオフェッシア、であった。ランチアの名にふさわしく、アルミニウム製水平対向4気筒エンジン。 ダンロップ製四輪、ディスクブレーキを持つ、前輪駆動車という、当時としては極めて先進的な設計を持っていた。当初は、ベルリーナと呼ばれた 1500cc の4ドアセダンが発売され、1961年秋の鳥の章で、最初に追加されたのは、ピニファリーナ製の2ドアクーペで、ホイールベースは、ベルリーナよりも短縮された。続いて、ビニアーレ製の2ドアコンバーチブル。 ザガートのデザインによるルーフまで回り込んだクォーターウィンドウを特徴とするスポルトザガートが追加された。スポルトのエンジンはツインキャブレターで100馬力に強化されていたが非常にデリケートな調整を要する気難しいエンジンであったと言われる。その後は高いシャシーの能力に引き換え相対的にパワー不足であるとの声に応えるためエンジンが徐々に強化された。 1800cc の機械式燃料噴射モデルや5段 MT モデルが追加された後、1969年にランチアがフィアットの参加に入ると、ビニアーレザガート用モデルは生産中よされ、フェースリフトされたベルリーナとクーペのみが 2000cc エンジンを与えられて生き残った。1971年にはフラビアの名称から2000と改名された。 フラビアは1965年以降、当時の日本総代理店であった国際自動車商事を通じて限られた台数が輸入された。1972年10月号カーグラフィック誌のランチア特集号によると、スポルトザガートは3台輸入され、1台は売れ残って本国に返品されたと言われる。ビニアーレ製のコンバーチブルも少なくとも1台は輸入された。 最も多数であったのは、ピニファリーナ製のクーペであったようである。ベルリーナも少なくとも2台は輸入され、日本のあるメーカーの実験者として使われた後、1970年代後半の一時、自動車評論家の30旨久が所有していた。もう1台は、新車時から40年近く女性ワンオーナーで極上のコンディションで維持され、最近になって中古車市場に出回った。 また、1970年をもって国際自動車商事はランチアの輸入から撤退したため、後期のランチア2000は輸入されなかった。フラビアは製造時の品質が高く、故障も比較的少ないと言われるが、スペアパーツが入手困難であった当時の日本で維持することは容易ではなかった。現在ヒストリックカーイベント等で見かけられるフラビアのほとんどは、 近年になって輸入されたものである。36年ぶりに復活したフラビアは、参家のクライスラーから OEM 供給されるモデルとなり、同社のクライスラー200をベースとしている。ボディタイプは200同様に、セガンとコンバーチブルの2種で、2.4リットルエンジンや、プラットフォームなど、メカニズムも共通。内外装もほぼ共通の仕様となり、違いはエンブレムが、 ランチ屋に変更される程度である。ありがとうございます。